カストロ通り、カストロ地区、英語、カストロディストリクト、ザ・カストロは、カリフォルニア州サンフランシスコのユリーカ・バレー近郊に、ある地域の名称。1960年代から70年代にかけては、労働者階級の住民が多く住む地域であったが、その後アメリカ屈指のゲータウンへと変化し、今日ではその最大規模の一つとされる。これまでに、 LGBT に関連した政治運動やイベントなどの舞台ともなり LGBT コミュニティのシンボル的存在の一つとなっている。カストロ地区のゲータウンはカストロ通りとマーケットストリートの交差点から19丁目交差点までに至る商業地区を中心に広がっている。近年ではマーケットストリートに沿って東方面にチャーチストリートに至るまでのエリアや カストロ通りと並行して南北に走るチャーチストリートとユーリカストリートに挟まれたエリアにも拡大している。また、周囲のコロナハイツ、ミッションディストリクト、ノーバレー、ジンピークス、ハイトといったエリアや、デュボストライアングルやドローレスハイツといったエリアもカストロ地区に入ると考える人もいる。カストロ通り自体は、 前述のエリアから数ブロック北のディビサデロストリートとウォーラーストリートの交差点を起点にノーバレー方面に南下し、マーケットストリートや24丁目の商業地区を抜けた、先の丘陵地帯に差し掛かったところで蛇行した後に、一旦途切れてしまう。その後グレンパーク南側のサセックスストリートとビーミスストリートの接続点から再び始まり、チェネリーストリートとの交差点で終わっている。 通りの名称は、ホセカストロの名前を起源としている。現在の外区は、マーケットストリートレイルワイカンパニーがユリーカバレーとダウンタウンを結ぶ路面電車の線路を付設した1887年に作られたとされ、1891年には、地区の西エリアにカセリーマンションが建築された。1910年代から20年代にかけて、カストロ地区には、 北欧系の住民が多く住み始めたことで、リトルスカンジナビアの愛称で知られるようになり、当時カストロ地区の先は、ノルドーブと呼ばれていた。この時代に営業を始めた、フィンランドサウナが1986年まで営業を行っており、また現在スウェディッシュアメリカンホールが建っている、マーケットストリートと15丁目が交差するあたりには、スカンジナビア系船員の組合が、かつて存在していた。 この時代の名残として、カストロ通りとチャーチストリートに挟まれた、マーケットストリート沿いには、スカンジノビア式の半木骨作り建物が今でも見られる。1930年代には、アイルランド系の労働社会級の住民が住み始め、60年代中盤にかけて多く居住していた。1941年にマーケットストリートから29丁目にかけてのカストロ通りを運行していた。 ケーブルカーの線路が取り払われ、バス運行に切り替わった。第二次世界大戦中のアメリカ陸軍は、性的指向を理由に除退させた男性同性愛者の軍人をサンフランシスコで放免し、その数は数千人を数えたとされる。その多くはカストロ地区に定住し、同地区に同性愛者が集まり始めた。1967年に、 近隣のハイトアッシュベリー地区でのサマー・オブ・ラブ現象の盛り上がりを受けてカストロ地区は同性愛者たちの中心的な存在へと成長し全米から数万人規模で中産階級の若者が集まり始めたそれまでユリーカバレーとして知られた地区の名前も通りの名を冠したカストロ劇場がオープンした後にはカストロとして知られるようになる1970年代には この地区の中産階級の住民が郊外へ流出し始めたことで住宅相場が下がり、それまでサンフランシスコ市内で同性愛者たちが集まる地区として最も栄えていたポルクガルチ地区からの住民が流入するようになった。1973年にはハーベイ・ミルクがカストロカメラをオープン、また同性愛者の社会活動家として政治的な運動に関わり始めたことで、 カストロ地区は同性愛者の集う場所というイメージを広めることとなった。1970年代終わりには当時の服装や習慣を指すカストロクローンという言葉が誕生した。これは当時の同性愛者に人気の高かったスタイルのことを指しクローンキャニオンとも呼ばれていた。この頃にはバーなどナイトライフの有名店がカストロ通りの18丁目から マーケットストリートにかけて存在していた。1980年代のエイズ HIV 化はカストロ地区にも大きな影響を及ぼし、1984年初頭にはエイズの拡散防止を目的にバスハウスの取り締まりの厳格化を市当局が発表している。今日でもマーケットストリートやカストロ通りのキオス区には広告に混ざってセーファーセックスを呼びかけるポスターが見られる。 マーケットストリートと17丁目通りとの交差点角にある巨大なレインボーフラッグカストロ地区の北側入り口に相当。17丁目通りの交差点も接続している。18丁目通りの街並み。通り沿いの街頭にはゲイプライドを象徴するレインボーフラッグが下がっている。18丁目の交差点は、マーチや抗議運動など多くの歴史的なイベントなどが発生した場所の一つ。 カストロ通り20丁目交差点。ありがとうございます。